仙台富士ビル跡地に完成した事務所棟と解体前の一地仙台ビル美土地仙台ビルの跡地に完成したアトリウム及び商業棟。仙台ファーストタワーは仙台市都心部の中央通りから青葉通りにかけての東二番町通りに面して立つ高層のオフィスビルと低層の商業施設による複合施設。仙台市内における都市再生特別地区の一つである仙台駅西。 一番町地域にあり、市内では都市再生特別措置法に基づいて、容積率緩和が適用された第一号である。これは、青葉2から東二番町にかけてのセットバックにより生まれた、歩道上空地、商業棟の屋上広場、事務所棟と商業棟との間の屋内広場、アトリウムがパブリックスペースとみなされたための緩和措置である。 東二番町通りと青葉通りとの角地に立つ仙台富士ビルを解体して超高層ビルのオフィスビルである事務所棟が建設されたその後隣接して東二番町と中央通りとの角地に立つ一地仙台ビルを解体して低層のアトリウム及び商業棟が建設されたヒューリックの前身である日本橋工業が所有していた仙台富士ビルが入居の跡地に 仙台一番町開発特定目的会社及び水保銀行が建設主となって仙台共同ビルとして建設された。2007年7月3日に完成。当ビルは地上24階、地下2階、塔屋2階で、九十99.9メートル。全面がラス張りとなっていて、仙台平の柄をモチーフにした外観となっている。藤崎ファーストタワー館と共に竣工、オープンした。 商業施設部分以外の屋内広場は公共空間として市民に開放されている事務所棟に隣接する一千大ビルを取り壊してアトリウムとともに商業棟が建設された2009年7月6日中心部アーケード街の中央通りに面した一部に水保銀行の宝くじ売り場がオープンし同年7月11日にアトリウムとともに商業棟が 富士崎ファーストタワー館としてをオープンした。4階部分はセットバックしているため一部が屋上広場となっており、公共空間として市民に開放されている。当館の開業によって、富士崎の仙台市都心部の店舗は、本館、大町館、一番長館、ファーストタワー館の4館体制となった。これら4館により、本館に加えて141ビルに、定電寺通り館として、 増殖入居した仙台三越とほぼ同じ売り場面積となったが、藤崎は都心部で他にルイビトンなどの路面店も運営している。グッチの1階と2階の店舗はグッチ専用エレベーターで繋がれている。また、中央通りに面して、水保銀行、宝くじ売り場がある。ありがとうございます。